ニューポケモンスナップやっていきたいと思います。あ、間違えた。今日はね、砂漠行きたいと思います。前回でね、時式の森とジャングル行ったんで、今日は砂漠で。砂漠のレベルに昼行きましょう。さあ、久しぶりに行ったな。今日は何が待ってる？これは。お、エレザードが爆睡してるよ。待って、なんかいるな。なんかいるけど。なんかいるけど、わかんねえな。あ、ヒバニーだね。ヒバニーがなんかやってるけど、そっちに行けない。なんだ？やばい、まだ全然取れてない。全然まだ砂漠確認できてないよ。サボネア。サボネア。あ、スコルピー。あ、また飛んでった。何さ、スコーピーがどこか行く。砂漠、これ竜巻ってなんか正体あったよね。まあ覚えてないんだけど、でこれ、お、いいね、いいスコーピー取れた。あ、フライゴンだ。フライゴン、イエーイ。フライゴン、おい、マジか。フライゴンじゃん。すげえ、フライゴンいたよ。で、あっちゃんも、あ、バンギラスだ。え、ちょっとそっち行こうぜ。バンギラスの方行こうぜ。バンギラスの方行きたい。お、フライゴン、イエーイ。で、ここにいたポケモンどこ行った？お、ルガルゴン。今のうちに奥に行ってみようぜ。お、そうだろ。え、バンギラス。いや、バンギラス。バンギラスをイルミナチャージしまくって起こそうか。あー、いいね、迫力。ちょ、待って。インゴボつけるか。おー、いいね。迫力。待って、あっち行けそうじゃね。俺も行こうぜ。俺たちもあれついてこうぜ。ダメか、行けないな。連れてってくれない。で、わあ、カバルドンがめっちゃ高軌道で動いてる。カバルドンあんな速く走れんの？まあでもカバだしな。カバめちゃめちゃ速いからな。ジャングルで最強の、ジャングルじゃねえや、サバンナで最強の生き物だからな。イワークがいるよ。あー、わわわわ、うえい、ザザザ、イワーク。あー、いいね、迫力。イワークがめっちゃいる。怖っ。わー、なになに。あー、コントローラーが揺れた。イワークがすごくいっぱいいる。イワークダンス。魅惑、おー、飛んだ。あー、しまった、取れなかった。そら、ジャンピングイワーク取りたかったな。惜しい。めっちゃ活発じゃん、イワーク。怖っ。イワーク、イエーイ。
さあ、じゃあゴールですか。はい、砂漠の昼でございます。さて、さあまずはイワーク、この迫力、ナイスタイミング、ナイスタイミング、あーいいよ。まずまずで、スコルピ、スコルピはねバージョンアップです。えい、多少のね。でフライゴンですよ、まあ、なかなかいいアングルてか面白いアングル。あーいいよ、4400点。でバンギラスですよ、バンギラスのいわくだき。まあ、ほんとふざけんなよ。悪態をついていく。わあお前ポーズって確かにちょっとこれだけで何してるかわかんないけど、はい、じゃあ砂漠がレベル全然上がんない。それじゃあすごい、それじゃあ次は、あっ、あー博士もそれ気に入っちゃった、よし、はい、次はね、じゃあ夜の砂漠に行きましょうか。さあ夜の砂漠に来ましたよ。何がいる、お、砂蛇だ、砂蛇、ちょっと速攻で消えたけど砂蛇いたな。これ結構ねイルミナボールを何回か当てると特殊アクションを見せるような、ちょっと違う行動を見せるポケモンもなんかいたりしてさ、めっちゃナックラーがどっか行くんだけど。で、あ、サボネア、ガルーラ、ガルーラ起きて、ガルーラ起きて、ガルーラ起きて、ガルーって言って、ガルー来た、ガルーありがとうございます。あ、リンゴ、あ、お前子供の分は、子供の分もあげるよ。はい、子供の分もあげる。すごい振動が、あ、子供の分は。ちょっとガルーラのちょっとがっかりな瞬間を捉えてしまったな。じゃあイルミナ、トリプルイルミナで、おーい、メテノが今メテノ降ってきたよな。あ、流星の姿のメテノだ。へえ、じゃあそのまま引き続き、ことまた砂漠下ってっからね、ちょっと声出てないね。あ、またガルーラだ、ルガルガン、どっち行く、今度こっち行こうか。ルガルガン、ルガルガンにイルミナチャージ、特に変化はありません。じゃあ、あのガルーラ、カバルドンイルミナチャージ、ダメか、なんだガルーラ、あー、なんかもう眠そう。ガルーラこっち向いてくんね、あーもう眠そうだね、すげえ眠そう。お、サンド、いいね、イエーイ、あ、近い近い、サンドやった、これはいいサンド、
で、カバルドンがいて、フライゴンいるな。待って、砂嵐がすごい砂嵐が。お、バンギラス。ね、俺気づいてんのよ。ここにね、フライゴンいたんだけど。そろそろ。フライゴン。あざす。バンギラス、けしかけてけ。お、なに、あ、なに、お前ら。あ、リンゴの。何してんの。あー、フライゴンが。バンギラスの目の前でリンゴを食べている。お、なんかやってる。リュウマイ的な何かやってる。残り枚数がなくなった。わー、マジか。今回の挑戦はここまでかな。はい、というわけで砂漠の夜です。よし。はい、まずは砂蛇。新発見だ。開始直後すぎてルート案内が出ちゃってんだよ。いいね。はい、よく見えるね。はい、まだ砂蛇がいるっていうことをね。で、ナックラーはこれ点数稼ぎです。 いわゆるでも4000点超えてるからね、いいんだよ。で、ガルーラの、うん、ベストタイミング。いいよ。ああ、いいね。で、フライゴンがさ、なんかしてんの。リュウマイなんだけど、そう、タイミングがね、フィルムがなくなっちゃってね。で、バンギラスよ。いいね。なんやばれっていう瞬間。で、メテノのね、流星の姿。いいね。変わった様子なさそうね、じゃないんだよ。変わった様子だよ。で、ルガルガンもこれはいわゆる点数稼ぎですね。いいね。で、カバルドン。いいね。お休み中でございます。はい、僅差でこっちの勝ち。で、サンドよ。いいね。いいよ。はい、というわけで砂漠の夜もレベルアップも遠いね。うん、なんかいっぱいあったから多分何回か行けば上がると思うけどさ。すごい。いいよ。じゃあ次はね、火山に行きましょう。火山。さあ、火山に来たぞ。火山はね、もう開幕で俺のテンションぶち上げポイントあるんでね。さあ、左をご覧ください。真正面、イエーイ。これはチルタリス、イエーイ。あ、めっちゃ、いや、笑った。笑ってくれたよ、ちょっと。微笑み。あ、何、どうしたコリンク。でのテンションの上がりっぷりにちょっと引いたか。引かれてもおかしくねえテンションの上がりっぷりだったんだな。この辺に多分モーカザルがさ、ぴょんぴょんしてくんのよ。おお、ファイアローが飛んでった。ファイアローが飛んでったな。なんだ、後ろか。わあ、ゴローンが激しい。ゴローンがゴロゴローンってゴローンって、もうクソ寒いこと言ってないんでさ。おモーカザルがなんかポージングしてる。いいね。で、何あんなところに、あ、人影。
かすごいすごいすごいなんか鳴き声が聞こえる。ファイヤラさん、あ、ファイヤローさん飛んでくの早いね。で火山を降りていく。すごい。ウェグウェグウェグ。じゃあで、おお、ガチゴラス、オプテラー、イエーイ。アーケオス、プテラがすごい飛んでんの。でガチゴラスがさ、ガチゴラスこっち向かないかな、向かねえな、やり方が違うか。ででこっちのこの先のね、ちょっと飛ばすんだけど、ここにちょっとイルミナパワーを集めていきたい。お燃えてけ燃えてけ燃やしてけ。リンゴどれ使えばいい。ちょっと人影にイルミナあげてみるか。なんかあるんだよな、ここ絶対なんかあるんだよ、絶対なんかあると思うんだけどな。なんもねえのかな。イルミナパワー。あー、どっか行っちゃう。あー、くそ、何もなかった。ここはね、こう足すと、おー、人影、いいね。おー、びっくりした。コリンクジャンプ見ましたよ。あのイルミナを光らせるとここ全部光って、すごいご機嫌な感じになるんだ。なに、おお、マグマッグ、イエー、マグマッグ、おお、かわいそう、リンゴせっかくゲットしたのに。あー、やった、今度は食べれた、よかったな、マグマッグ。さあ正面を向きまして、爆風雲がね、爆風雲がいる。そろそろ、あー、どこ行くんだよ、爆風、どこ行くんだよ。あー、プテラ、あー、プテラが2匹、プテラが2匹って怖すぎんな。プテラ着陸、プテラ着陸、プテラこっち、テラ。お、終わりかい？あ、終わっちゃうよ。はい、では火山に行ってきました。さて、まずはね、チルタリス、この笑顔、いいね、素晴らしい。さすがチルタリス、もうね、分かってる。でコリンク、このセンターアングルよ、素晴らしい。向きのポーズか先天だ。おお、いいね、すげえすげえすげえ。5000点に迫る勢いで爆風、ベストタイミング、爆風どうですか。
あー微妙に勝てないで、ゴローンが3体ナイスタイミング、ゴロゴロと。あー個人的にはこっちの方が好きだけどね。でモーカザルがなんかポージングしてましたね。でも普通のねあの構えてるポーズは星1だったんで、まあ、こっちにしたんですけど。で人影、うん、いいね、こっちに気づいた。あーいいよ。えファイアローさんが獲物を見定めている。いいよ。でプテラがこっちに迫っている。いいね、コータス、うん、もう確かにねこれは表情ちょっとわかんねえなって思ったよ。でこのマグマックだよお前、ベストタイミング、ベストタイミング。このマグマックの笑顔を見れただけでも今日火山に来た甲斐はあったよ。はい、あ、火山レベル3になるんじゃない、きたー、レベル3火山、すごいぞすごいぞ。最近実はな、ないからな、寂しさあるよね。まあクリアしたからしょうがないんだけど。すごい。さあそんなわけで、おお火山の調査レベルが3になった。さあそんなわけでね、今回は、火山と砂漠の調査をしました、うん、次回はねどうしようかな、雪原と洞窟行こうかな。コピア諸島はねちょくちょく行ってたんで、次回はこっちに行こうか。そんな感じで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。